中国四川省、標高 3000m の村で高まる教育熱。貧しさから抜け出したい、教育に全てをかける親と答える子どもたち。そこには家族の絆が。7年後再び村を訪ねた。遠く出稼ぎに出る両親、バラバラになった家族、全ては高校進学のため。家族の未来は果たして。天空家族の7年1月3日夜11時30分。